YouTube では今日もステマが行われている。一体誰がレビューを見張るのか。大物 YouTuber が紹介した商品を一切ステマなしで柴田が評価。果たしてその商品は本当に良い商品なのか。毒舌ステマ診断型商品紹介、柴田レビュー。どうも柴田です。今日も柴田レビューの時間がやってまいりました。柴田レビューは大物 YouTuber がレビューした商品を柴田が実際に買って本当に良い商品かどうか検証するコーナーです。今日の商品はこれ、チェリーコーラ。早速飲んでみたいと思います。これね、ドクターペッパーにかなり近いね。ドクターペッパーがアリ派かナシ派で、これ意見が分かれると思う。俺はドクターペッパーアリ派だから、これは全然いけますね。アリだ、アリ。まあフレーバーコーラってね、かなりこう人を選ぶんだけれども、まあ俺バニラコーラとかはダメだったんだけど、これはね全然まあいけますね。いけるいける、うまいよ。でも皆さん、コーラの中にどれだけ砂糖が入ってるかご存知ですか？このね、500ml のペットボトル1本に、砂糖が 32g 入ってると言われてます。 32g ってどのくらいか。はい、これが 32g の砂糖です。コーラ1本にこれだけの砂糖が含まれてます。成人男性が1日に摂っていい砂糖の量、50g って言われてます。つまりコーラ1本飲むだけで、1日に摂っていい砂糖の量6割以上摂ってしまってるってことになります。はい、そもそもね、砂糖を摂りすぎって本当に体に悪いんですよ。体の中で糖分をエネルギーに変えるとき、ビタミン B1 っていうのが必要になる、ね、最近の子供はね、お菓子とかジュースでお腹いっぱいにしちゃうから野菜を食べない。だからビタミン不足なところに、さらにコーラでこう糖分を取るから、糖分をエネルギーに変えるのにビタミン B1 が必要になる。さらにビタミン不足になるんですよ。でさらにね、皆さんも知っての通り、生活習慣病や、ね、成人病になりやすい、肥満やね、糖尿病を招く恐れがあるんです。でコーラを飲むとね、砂糖がいっぱい入ってるでしょ。だ、砂糖がいっぱい取ると、血液中の中性脂肪やコレステロール、これが増える。で増えるとどうなるか、動脈硬化を招くんです、ね、コーラを飲んで砂糖をいっぱい取って体にいいことなんて一つもない。はい、皆さん飲むんだったら水か牛乳を飲みましょう、これはね本当に良くない。で日本人はね、こういうの全然飲むべきではない、体にいいものを皆さん取ってください。はい、ということで今日の柴田の点数は5点。皆さん糖分の取りすぎには気をつけてください。ということで柴田レビューでした。